皆さんこんばんは。こんばんは。ということで本日なんですけども、みんなの街の投稿事件簿でございます、ね。ありがとうございます、ね。ありがとうございます。投稿事件としてですね、皆さんの身近で起きた事件をですね、募集しておりましたところ、はい、大変好評いただきましてですね。ね、なんかいろんな事件が届いてると。いや、そうなんですよ。はい。はい、で、まあ、ジャンルいろいろありまして、毎回申し上げているんですけども、うん、まあ、刑事事件に始まり、はい、もっとね、なんと言いますか、ラフっていうのもおかしいですけど、うん、まあまあ、柔らかいものでもいいんですよ。身近にあったようなね、そう近場であったようなちょっとした事件ね、まあ、例えばね、ちょっとしたご近所トラブルであったりですとか、はい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 、まあまあ、なんか変な人とかね、うん、なんかそんなもんでもいいので、ね、皆さん送っていただければと思っております。お願いします。では早速紹介していきたいと思います、はい。まずはですね、名前がサミーさんからいただきました、ね、ありがとうございます、はい。タイトルは大浴場でという、うん、大浴場、はい、はい。ジャンルはこれはやばい、はい、これはやばい、なるほど、いきます、はい。こんにちは、いつも楽しく動画見ています。ありがとうございます。少し規模の小さな話になるんですけども、注意喚起の意味も込めて投稿したいと思います、はい。4年ほど前、私は出張のために現在住んでいる県の、うん、北の方にあるビジネスホテルに宿泊していましたと、はい。その日は疲れていたので早くお風呂に入ろうと午後7時頃に大浴場へ向かって、うん、ちょうど夕食時、大浴場には誰もいなくて貸し切り状態、うん、広い湯船に浸かってくつろいどったんですよね。気持ちいいですよね。そしたら40代半ばぐらいのおじさんがですね、一人入ってきたんです、はい。こんばんはと私に挨拶してきて、で駆け寄して、うん、でなぜか広い湯船なのに、はあ、いや近い広いやつ近っいや広い湯船ですよ。いや広い湯船ですよと言うもんだろ。いやいや無理だろそれはもう。これは無理だろ。これはしてないですけど、うんうんうん、来たんですって。はい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 。ね。でなんかね、うん、この近くに来てですよ。はい。でめちゃくちゃ喋りかけてくるんですよ。あ、そうなんですね。どっから来たんですか。何泊ぐらいするんですか。なるほどね。ね。まあまあ最初はね話好きな。うんうん、ね、こうフレンドリーなおじさんかと思ったんですけども、うん、何階に泊まっているのかを聞かれまして、ああ、それは良くないですね、ちょっとね、って思うじゃないですか、うん。でその後もおじさんの質問攻撃は続いて、はい、ちょっと煩わしく感じてきた私はのぼせてきたのでちょっと体洗いますねって、うん、こんなおじさんの話を遮って湯船出たんですよ、はい。そしたら、あ、じゃあ僕もってついてくるんですよ。お前関係ねえだろ別に。で、マジか鬱陶しいなと思い振り返ってみると、うん、はい、私の目に衝撃的な光景が。おじさんの下半身がバッキバキに戦闘体制。バッキバキに戦闘体制なんですね。私は状況が理解できずに頭が真っ白、はい。立ち尽くす私を見ておじさんは自分の物を触りながら、にやけ顔でゆっくりと近づいてくるんです。うわ、きつ。そこでやっと頭が変質者だと、はいはい、ね、ピキーンってなったんですよね。変質者ってなって、入ってきた、急いで大浴場出て、うん、で、体びしゃびしゃのまま服を着てダッシュで部屋に帰りました。うん、怖くて振り返ることはできません。部屋に入ってほっとしたのもつかの間、うん、私はおじさんとの会話の中で何泊するのか、何階に泊まってるのかを話してしまったことを思い出して、すぐフロントに電話をして経緯を話し、部屋を別の階に変えてもらいました。変質者の被害に遭うのは女性だけだとは限りません。私は特段イケメンとか体を鍛えてるとかそんなわけでもないんです。ごく普通の一般男性。そんな私でもこんな怖い体験をしました。お風呂場は非常に無防備になる場所。今でもあのおじさんのニヤニヤした顔がたまに夢に出てきます。怖いですね。それ以来ホテルの大浴場が苦手になりました。男性の皆さん、自分は大丈夫なんて思わずに少し気をつけてもらえたらと思いますということですね。たまにいますよね、そういう、あの、僕も見られたことありますもん。見られた、あの、どこでですか。ショーをしてて、はいはいはい、駅のトイレで、はいはいはい、横にいる人が、はい、こう、もうこうですよ、はいはい、で、はい、あの、いや、その人も戦闘体制で、うんうん、そう動かしちゃってんのよ、うん、もうこの手で、うん、俺のを見ながら、はいはいはい、見せてあげたいじゃないですか。え、見せてあげたいじゃないですか。悪いことしたな、そうなんて。何悪いことしたなって気持ち悪かった。まあまあね、それはね、まあ、言えない人が多いですよね。いや本当に怖くなっちゃうんですよ。言っちゃいますけどね、僕はね。あ、言っちゃう、なるほどね、はい、あ、言いそうですね。なんやねん、言い慣れてますもんね、それはね言いますけどね、まあでも怖いですよね。怖いんで気をつけましょう皆さん、はい。では続きまして、はい、名前カミカミさんですね。カミカミさん。タイトルはチラシ配りのパートをしていた時。
ほうほうほう。ジャンルは刑事事件。え、そうなんだ。これは私がまだ埼玉県に住んでいた時のお話。今から6年ほど前、当時私はチラシ配りのパートをしていた。結構厳しい会社で、チラシお断り以外のエリアは絶対に配ってこいと、そういうルールがあるんですね、はい、でチラシの枚数も何枚配ったか細かく報告しないといけないほど厳しかった、厳しい。なので地図を片手に入りづらい路地とか長い階段のお宅もこうね配って歩いて、ね、待ってたんですよね。である日なんですけども、初めて配るエリアだったんです、でも自宅近くだったので、こう入り組んでいて足を踏み入れたことがなかった場所にあるお宅、そういったところが、あ、こんなとこまだあったんだなみたいな、はいはいはい、ちょっと発見しつつですね、うん、でこう進んでいくんですけども、まだ解体工事中のような場所だったんですね、で人は誰もいなくて作業は中断されているような感じだったんです、はい、でその場所に立ってみると、なんかちょっと気持ち悪いというか背筋がゾッとするというか、で私は少し感じるタイプなんですけども、なんかこうどんよりしている場所とかね、ここを感じるんですけども、でもここは違ったんですね、普通そういう場所ってなんか気持ち悪いなとか、ちょっとどんよりしているなみたいな感じが大抵なんですけども、ここの場合は殺気というか、怒りのような、ぶわーこう怨念のようなものがうごめいとると、あ、これはもうやばいからさっさと立ち去ろうつってその後立ち去ったんですね、で仕事を終えて、あそこはなんであんなに気持ち悪かったんだろうと思い返してみて、そしたらある事件を思い出しました。当時から2年ほど、今からだと8年ほど前、一人暮らしの男性が警察官に殺された事件現場だったんです、確かに近所で事件があったのは知ってたんですけども、その近辺は規制線が張られていて、当時ね、住民以外は中に入れなかったので正確な位置は把握できていなかったんです。それは無念だったでしょう、信頼していた警察官に殺されれば、確かにね、あれだけの念が残るのはしょうがないと思ったんです、市民を守る警察官が家を訪ねてきて、しかも顔見知りだったら多分私もドアを開けてしまうと思うんです、避けようがない、なんとも後味の悪い家の近所で起きた、ごく身近な事件のお話でしたということですね。これ本当にね、そのちょっと経緯はわからないですけど、その守るべきはずの人が、そういうことしてしまう、守ってくれるはずの ね、人がね、警察官に殺されるなんて2つの意味で刑事事件だ、起きろ寝ると死ぬぞ、寝たら死ぬぞ、起きろ起きろ、危なかった、投稿事件簿の時間だ、ね、助かった。続きまして、はい、肉まんさんです、はい、タイトルは闇営業、ジャンルはこれがやばいというお話です。闇営業、私はいわゆる修羅の国、福岡県で生まれ育ちました。ああ、なるほど。これ修羅の国って正確に言うと北九州なんじゃないですかね。ああ、福岡というよりもね、北九州らしいですよ、はい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 、でもう10年ほど昔のことなんですけど、当時ホステスとして働いていた時、そういう、法もなかったので、裏社会の方もよく飲みに来てたんですって、ああ、なるほど、はい、で私はなぜか、あ、その裏社会の方に気に入られて、まあ、アフターとか行ったりねしとったんですって、はいはい、でこれは断ったら怖いからですよ、はい、そうですね、で若頭に神輿のように担がれて繁華街を割歩したりと、まあ可愛がってもらったんですと、すご、そんな中出勤前に有名人と飲んでるからお前来ねえかと1枚の画像が送られてきたんです、はいはいはい、そこには某モノマネタレント数名と組の関係者が写っていました。何でも組主催のコンサートに出演されて打ち上げ中とのことだったんです。名前を聞いたら世代の方は知ってるぐらいの方です。しかしある時からパッタリテレビに出演されなくなりました、はい、そういったつながりから、理由は分かりません、そういうつながりからなのか、はいはい、ね、分からないですが、芸人さんの闇営業が大きな問題となったこともあるので、もうテレビに出演されることはないのかなと思っていますということで、お二方だけに、名前をということでいただいているので、 ありがとうございます。非常に怖いので、ちょっと興味深いですね、これはね、この方のリアクションだけ見てお楽しみください、はい、分かりました。なるほどね。はい。そういうのは、なるほどね。まあまあ。はい。はい、あるでしょう、うん。あるんでしょうね。と思いますよ。はいはい。なんか、うん、あるんだろうな。では続きまして。うん。ゆうゆうさんからいただきました。はい。はい、タイトルは、祭りの大騒動。うん。ジャンルは、職場や家庭で起こった事件ということですね。何があったんだろう。こんにちは、こんばんは。こんばんは。はい。
いつも仕事中に楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。はい、皆さんの話を聞くとそこそこやばい事件なので私には大したことがないんですと。で、子供の頃毎年楽しみにしていた夏祭りでの出来事、はい、大人って怖いなと印象が強くなった事件なんですと、うん、私は父の実家に毎年村祭りがあってね、そこに参加するので家族で行っていたと、うん、で古くからあるお祭りらしくてですね、うんうん、まあ、特に風習とかもないんです、はいはいはい、でごくごく普通のお祭りなんですけども、うん、強いて言うなら夜子供たちが神輿を担ぎながら各家を回ってお菓子をもらうっていうハロウィンみたいな余興があったんですって。珍しいね。事件というか騒動はその最中に起こった、はい、確か小学校5年生ぐらいの頃、はい、なので私が45年ほど前の話なんですけども、はいはいはい、子供たちが神輿を担いで父の実家に来た時、うん、子供たちには数人の大人がついて回るんですけども、うん、そのついてきた大人たちと家の中にいたうちの親類たちが突然大喧嘩をし始めました、うん、喧嘩になっちゃったんだ。最初は口喧嘩だったんですけども、そのうち殴り合い、楽しい祭りなのに子供たちは怯える、泣き出す子までいる。私も何が何だか分からなくて、うん、で隣にいたいとことですね、うん、こうね、一緒に話しながらですね、うん、ねえねえ なんで揉めてんのみたいなことをいとこと一緒に探ってみたんです。揉めに来てんだ。そしたら多分選挙のことだよと、うん、訳が分からない説明をしてくれました、うん、後日母親にもう一回、なんでおじさんとかが、うん、ね、誰だか分からない人たちとこう揉めてたのつってね、うん、で、尋ねたんですって、うんうん、そしたらお母さんが、うん、お父さんには私が言ったって言っちゃダメだよって言いながら教えてくれたらしいんですけども、はい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 、母の話によると曽祖父と曽祖母は明治時代には珍しく、うん、どっちもバツイチからの子連れ再婚だったと。しかも曽祖父は本家筋だったので誰に本家を継がせるかで親族間で揉めたらしいんですね。なるほどね。本来だったら曽祖父の連れ子が後を取るはずですが、うん、別れた元妻が親族では嫌われていたと。かといって曽祖母の連れ子に後を継がせるわけにもいかない、はい、結局最初に生まれてきた子を男女問わず後継ぎにしようと決まって、うん、うちの祖母が後取りとなって、うんうん、で祖父が婿養子に来た形、うん、それから70年ほど経って曽祖父の、先妻がですね、うんうん、の先妻の子筋が、うん、村だか町だか市だかわからないですけども、うん、議会選挙に立候補することになったと。でその際に立候補者として箔がつくと考えてか、はい、本家という話をですね、うん、蒸し返してきたらしいんですと。あ、なるほど。個人的には本家だと主張したい向こうの気持ちもわからなくはないかと思うんですけども、でそのことが解決しないまま祭りの日が来てしまって、はい、互いに酒が入った状態で鉢合わせしたもんだから、あれ本家と言ってんだろお前みたいな、なもんじゃねえよみたいな感じの殴り合いになったと。ああ、根深いな。正直小学生には本家かそうじゃないかなんてどうでもいいことだし、そんなことで大喧嘩ができる大人たちがなんか怖くなったという経験なんですと。はい。でそれ以来少しトラウマがあって、祭りを開いてる主催者側にはみんな闇があるんじゃないかという、うん、思いになってしまって祭りが楽しめなくなりましたと。なるほどね。まあね、そういった一族間の問題は根深いところありますからね。もともと聞いたところかなり遡ったところがそのなんか問題の元凶みたくなってるし、でそれをどうしてもね、そうじゃないっても本家って言いたい、うん、その方が有利に働くみたいなところでね、まあ酒入ってたってとこなのかな。まあ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 、そこにね選挙が絡んでますからね。そうですね。お前選挙でいい格好してえから本家って言いてんだろお前みたいなね。なんだ因縁つけてんのお前みたいな。ダメだこれ、揉めに来てるわ使う気あるのこの分俺も途中で一回差し込んだんだけど、それはね、揉めに来てるわっていうのはちょっと言ったんですけど、そう揉めに来てるんでしょう。続きまして、はいはい、名前エルカミさんです。エルカミさん、はい、タイトル仲の良かった先生がね、話なんですが、はあはあ、これはちょっと興味深いですね。ちょっと面白そうですね。しかもジャンル刑事事件なんでね。え、はい。とても穏やかで授業も分かりやすく常にニコニコしている先生。はい。私が高校の時の話です、はいはい、生徒だけでなく保護者にも人気者、若い男性の先生なんです、うんうん、すごく普通じゃんね。普通というか爽やか。で私は車が好きで、先生が学校に乗ってきている少し珍しい車に興味があって、しばしば車のことで先生とおしゃべりする仲だったんです、はい、
ある先生が車じゃなくて原付で来たんですよね。で先生車はって聞いたら、うん、あちょっとねカスタムするために知り合いの車屋に預けてるんだよ、うん、で1ヶ月ぐらい経ってから先生突然出勤してこなくなったんですって。あれでね、うん、なんか体調悪いみたいでしばらく休むと思うということを他の先生たちには言ってたんですが、はいはい、とある友人曰く顧問の先生に聞いたんだけどあの先生実は音信不通で今行方不明なんだって。行方不明なってんの？私は3年生で卒業間近だったこともあって、うん、そのまま高校卒業してからも上京してきちゃったと、はい、しかしある日母親からねえねえこの人あの先生じゃないとこうネットニュースの URL が添付されたこう連絡が来たんです。何ですか？私は驚愕しました、うん、児童の死亡ひき逃げ事件教員の男逮捕の記事。うわーすごい事件じゃんそんな。数ヶ月前に小学生をひき逃げしてしまいそのまま行方をくらましていた犯人が昨日逮捕されましたという内容。逮捕者の氏名年齢がまさにその先生。うわひき逃げが発生した日時を見るとまさに先生が車ではなく原付で出勤してきたという。そうなんだ。人同じタイミング。記事に掲載されていた押収車両の画像もまさにあの先生の車なんです。話してたからよく覚えてるよね。しかし驚いたのは私が見ていた車であるものの、うん、バンパーとボンネットが違う形状のものに交換されていてさらに車体の色まで塗り替えられていたんです。怖っ。知り合いの車にカスタムしてもらっているという言葉。うわ怖っ。これ頭をよぎったんです。もしかしてその車もひき逃げのことを知っていながら証拠隠滅に加担したんじゃないでしょうか。ああよくないよくないよくない。そして教師でありながら小学生を引き殺しその翌日も平然と教壇に立って私と談笑して捜査の手が伸びてきたことを察して姿をくらませた。そう考えると今でも背筋が凍るんですということでね。これもすごいですね。重っ。ねえ。だってそんなことやっときながら授業をしたり ね、普通にこれいやカスタムしてうんぬんとかカスタムしてんだよっつってね。いや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 頑固はじゃないですか。これはちょっと嫌だね、本当に、ね、嫌な事件ですね。では続きまして、はい、八王子無線さんからいただきました。八王子無線だ。タクシーみたいなこれ、タイトル、はい、新手の監視システム。ほうほう。ジャンルはですね近所で噂のやばい場所ということです。なんだろう。じゃあ行きますね、はい、ある日知人の車に乗って都内を走っていると、うん、最近監視社会になったよななどと知人が話してきました、うん、そうだよねと話すと N システムって あるだろう。 N システムっていうのは車のナンバーを読み取る機械なんですけども。なるほど、はい、あれで取り逃がしたやつどうすると思うって聞いてきたので、うん、いやわかんないってね答えたんです、うん、ETC あるだろう、あれ読み取るの高速の入り口のゲートだけじゃないんよなとか言うんですって。知人曰く料金のデータは抜かずに他の個人情報を抜く装置があるらしく、うん、車の位置情報も分かるので車で逃げても絶対逃げきれないシステムになってるんですって。そうなんだ。ある街に差し掛かった時にほらあれだよと指を差し、うん、ね、あれ見てみろよって言うんですけども車が走行中だったためにどれかは分からなかったですと、まあまあまあ、今になってみると分からなくてよかったかもそう思った話です、なんでその知人がねそんな詳しいなっていう ね話にはなってくるんですけども、まあ、都市伝説的な情報をその人が入手して、うん、なんとなく友達に話したいから話した感じなのか、そう、ね、信じてきた話みたいなね。まあでもこれもねいいですよね、まあ、言われてることだもんね、うん、都市伝説界隈的にもなんかそういうね管理社会というかね言われてるもんね、はい。ではあ続きまして、はい、ゆこみさんからいただきました。ありがとうございます。安い花屋とタイトルで安い花屋ちょっと笑える事件ということですね。ジャンルはお何でしょう。私が20代前半の頃広告代理店のに勤めてたんですけどもそこの近くにあった花屋さん、うん、当時グラフィックデザイナーだった私は写真撮影のセッティングのために花が必要だったりするので、うん、よく通ってたんですって、はい、ですごい安いその花屋が。であ安いからっていう理由でプライベートでも利用するようになって、うん、毎週のやったらその花屋さん通うようになったんです、はいはいはい、で花屋といってもよくあるガラスケースに花が収まっているような作りじゃなくて、うん、ガランとした店舗の土間にいくつも置かれているポリバケツ、うん、そのポリバケツに無造作にこう花が突っ込まれているというちょっと変わった花屋さん。なるほど。店主は気さくなおばさんで、うん、で常連さんになったらねこう花を自由に選んでラッピング材も自由に使わせてもらって、うん、でなんかこう花束をねこうカスタムしてね、はいはい、自分で作ったりもできたんですって。
すごい自由なところですね。そうそうそう。で割と大きなスペースのお店だったんですけども、おばさん以外に店員はいなくて、うん、で時々おばさんの娘さんが手伝っているようでした、はい、私は家族も連れていくようになって、安いものが大好きな母親も大にも大好評、うん、20代半ばの友人の誕生日に年の数と同じシンクの真っ赤なね、あのバラの花束をプレゼントするというバブリーなことができたのもその花屋さんのおかげでした。ね、それで値段3,000ぐらいでできたんですって、安いね、それはね。で、ある日仕事帰りその花屋に寄りました、うん、ちょっと遅い時間だったので閉店したばかりの夜、うん、お店の前におばさんと娘さんがいて車にバケツを積んでいました、うん、あのすいません花買いたいんですけどつってね、うん、もう閉店してんの、まあまあまあ、言ってみたらいいよと言いながら閉めたばかりの店舗に入れてくれました、うん、で、なんやったらおまけの花輪でつけてもらって、花木さんね、で、いいね、花買うたんですって、はい、でこれから仕入れに行くのよみたいなことを笑顔で言ってて、うん、娘さん運転の車でブーンつって行ったんですね、うん、しかしおばさんの姿を見たのはそれが最後、最後、それから、うん、お店が開くことがなく数週間過ぎた頃です、はい、地元の新聞に小さな記事の見出しに目が釘付けになりました。花木窃盗犯捕まる、これ花ですね、親子で犯行、常習犯などの文字を追っていき事件の全貌を知ることになったんです、はい、栽培している畑から何度も花が盗まれることが続いたために監視カメラをつけたところやってきた2人の犯行が映っていて逮捕、あ、だから安かったんだと。なるほどね。それにしても最後に言ったあの日のおばさんの最後の言葉、今から仕入れに行くの、これって窃盗しに行くの、そうだね、意味が分かると怖いセリフ。同じ会社の私の同僚などは結婚式に使った花は全てこの店で用意したとのことで、マジか、まあ気まずいと。以上、私が一番犯罪に接近してしまったというお話でございます。いやー、そのね、思いを込めてあげるわけじゃないですか、うん、それが盗品だったっていうのはへこみますわね。めちゃくちゃ嫌ですね。まあいろいろなジャンルのお話今回もいただきましたけども、はい、まあなんだったらね、もっと緩い事件でも構いません、うん、はい、身近だったことね、ちょっと笑える話とかでも結構ですので、はい、皆さん送っていただけたらと思っております。備考欄にその投稿メールフォームありますのでご協力ください。お願いします。ということで、今回は以上でございます、みんなの街の投稿事件簿でした。どうもありがとうございました。では続いての次の投稿階段、投稿階段です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですね。マジ不思議プレゼンツ、階段に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿階段で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジであれやばいよね、やばい。